高波の影響で、二十四日夜から運転を見合わせていた。JR 函館線の小樽・星見駅間。今日未明に高波が収まり、設備の点検や安全確認が進んだことから、午前六時過ぎに運転が再開されました。今日はまあ普通に、ね、走っているようですから、安心してます。助かりましたね。本当にありがたいですね。 一方、運転見合わせが続いたことから、札幌県で使用する車両が小樽駅に留置されたままになっているなど、暴風雪と高波の影響は今日も続いています。JR 北海道によりますと、函館線で54本、専門線で21本、特急で9本など合わせて120本が運休となっています。